今日は皆さんにチャレンジしてもらいたい食べ物があります。はい、何でしょう。じゃん。何これ、赤い何これって言うの、私はおかしいな。この前私買ったし。じゃん、これめちゃめちゃ辛いスリラチャのソース。スリラチャ、悪魔のソースみたいな。そう、悪魔のソース、自動販売機に売ってたので買ってきました。ちなみに皆さんの国は辛いもの好きな人多いですか？あ、そうだね、辛すぎてるものが好きなんですよ。でも今日はちょっとお腹が変になっちゃってるけど試します。やってみましょう。試します。インドネシア、インド、ミャンマー、日本、どこの国が辛いもの一番得意なのか今日はチャレンジしてみましょう。はい、今日そうだね。あの、どこが一番強そうだと思う？もちろんインドだよ。もちろんミャンマーです。あー、そう、ランドです。 OK、面白い。じゃあインドかミャンマーなのか。ミャンマー対インド。ミャンマー対インド。よし、やってみましょう。なんかおかしい匂い。なんかいい匂い。匂い、やばい。鍋とかの。あ、キムチ。感じがします。どんな感じがします？キムチっぽい。キムチ。オッケー、みんなでせーのでじゃあ食べましょうか。はい、じゃあいただきまーす。全然辛くない。全然。そうだね、でも、ちょっとくるけど、おいし辛さ。そう。でも結構辛いと思う。この量で結構下に行きます。下が痛い、ちょっと。パインちゃん黙ってる。ね、今いろいろとつけたちょっと甘いね。何が？ちょっと甘いの。甘い？甘さある？そう、ちょっと甘さある。ちょっと甘さある。パインちゃん、もうおいしいよ。久しぶり。久々に食べたこのソース。あ、これはどうやろうか。大丈夫。ああ、泣きたいですか、辛さで。いや、全然辛くないって言うならちょっとそれはありえないんだけど、うん、ちょっとは辛い、うん、だけど、まあ、揚げ物と、うん、この、うん、なんかバイリングしたチキン、うん、かな、なんかちょっとチキンとはもっと合うかなって思う。ああ、うん、揚げ物ではあまり合わないかな。揚げ物よりチキンとか。チキンに合う。そのまま。うん、揚げ。でも辛さ的は全然辛くないんですよ。全然だね。全然辛くない。そうそうそう、辛くないですよ。こんな手で。このまま食べられます。ちょっと増やして。お。なんか一緒にビールもあったら完璧だね。うん。でしょ。おかずビールの。今度やるね。今回。私飲んでないけどね。これ、あ、緩めの、ね、お酒飲んじゃう。で、パインさんと同じぐらいつけてるの。あ、おお、すごい。これぐらいかけてるよね、パインさん。日本人的には、うん、やばそう。やばめちゃ美味しい。できるできる、頑張れ。朝ごはん美味しいです。あ、そしてね、おにぎり買ってはよかったのね。うん、おにぎり買ってなかった。目でわかんない。一瞬ね、チューンってなる。一瞬じゃないよ。辛い。辛い。水。水。頑張ったね。大丈夫。熱い。中が熱いです。どうでした？まあ美味しい。で、まあちょっとだけ辛い。うん、インドネシア、ナジブさんは辛いの好きなんでしたっけ？いや好きじゃないけど、でもこれ甘いから甘い。と辛さがバランスです。このソースは、うん、美味しかった。美味しかった。どうでした、インドが一番辛いもの好きって言ってたチャンドニさんから。そう、美味しい。あのナンジュブさんが言った通り、その甘さと辛さのバランスが取れてる、うん、で、これをあのピザとか作るように使います。お、買いたい。そうそうそう、買いたいです。おお、どうですか、ミャンマーが一番辛いもの好きって言ってた。はい、これあの、はい、今日本に住んでいる外国人皆様、これはおすすめです。おこのソース買ってください。どういう料理？スポンサーはしてないけどね、これはから何ももらってないけどめっちゃ美味しいです。あのなんかこれアジアのなんかアジア人の口とはなんか合うかなって思う。どうでした近藤さん？
皆さんの言ってる甘さが私は正直わからない甘くない、うん、なんかキムチは甘いことってあると思うんですけど、うん、このソースに関しては甘さは正直あんま感じなかったです辛いのとそのニンニクの香りっていうんですかね、うん、そういうイメージでした。自分で買います？買わなくてもいいかっていう感じであります。そのコチュジャンのもうちょいあっさりしたソースみたいなイメージなのかなっていう感じです。それからさっきパインさんも言ってた焼肉とかにちょっと足したりとかしたら美味しいのかなって思います。でも辛い。まだ痛いです。やっぱ日本人が一番苦手だったね、辛いもの。そうですね。さあその次は緑の唐辛子にチャレンジしてみましょう。デスソースデスソースに